はい、で、でまあ、週2増えて、で、まあ、週3、週4って徐々になんか増えてきた。その後に10時頃に一人で3人じゃなくて帰って訓練をしてですぐに夜の練習やらないと強くなる、うん、自然と増えてやっぱ強い人とかと、うん、やっぱり負けたくない、うん、あ、今日21日、あ、2人です、ありがとうございます。21になった。何歳？若っ。いやこのちっちゃい頃から来てるから私このなんかわけわかんない。練習です。ダイエットを始めてすっごいやったんですよ。食べて体重増えるのがもう嫌だった。目的地はないんだ、帰り道も忘れたよ。壊れたいわけじゃないし壊したいものもない。だからといって全てに食べて帰ったのに牛丼屋3軒行って、またさらにコンビニで買って家帰って食べてるとか、かける量まで食べないとダメなんですよ。かきたいわけじゃないけど、かかないと持ち上げる。増えていくものはない、年を取ったら取るだけ。好きと言う場所はどうしようもない時に体動いた方がいいよっていうのを勧められて、全部行き出すのがある。になってから食あんましなくなってました。そこで強くなったら、スクワットは最初60、70ぐらいでちょうどいいのか、本当に弱かったでしょ。もう MMA10 年以上やってて、
それなりに気持ち入れてやってきたんで、2人は落とせない。見識も才能も運動神経もちょっと私にはない部分なんですけど、でも彼女にない部分は持ってるはずなので、じゃあどっちが強いのっていう話で、それが